加工厚氏は、中国語漢末期から三国時代の武将、政治家。字は、元譲る。予習敗国、県の人。三国史騎士、諸加工僧伝に、つてがある。吉川英治の三国史や横山光輝の三国史、などの作品では、加工順と江戸時代の関連に従った読みになっている。前漢の構想に仕えた、加工への末裔という、三国史の、 宋万伝や横によると、総数はおじに当たるという。曹操のいとこで、加工園は、俗邸に当たる。14歳の時、学問の死を侮辱した男を殺し、荒い気性を持つ人として知られるようになる。曹操が拒兵した時から、常にその副将として突き従った。190年、曹操がイサム武将軍を称すると、その芝に任じられた。 曹操が、董卓廃下の助衛に、京を水で破れると、軍病不足を補うため、加工厚氏は、曹操や曹工と共に、揚州に赴き、単陽大衆の州たちの協力を得て盛教な兵士を得たが、反乱により、多くを失った。曹操が演州を中心に勢力を広げるようになると、加工厚氏は別軍の指揮を取り、白馬に駐屯するようになり、殺傷行為、 東軍大使に任じられた。過去を淳は、半ン氏や、デニーなど優れた人物を見出し、部下に迎えた。曹操が、女州の刀剣と対立し遠征すると、過去を淳は、牧秘を留守した。間もなく長爆、チングルーラが旅婦を引き入れて、無本を起こし、演習の大半が曹操から離反した。城の淳育と定育は、長爆らの無本を察知したが、曹操が、 兵の大半を率いて遠征しており、ルスの兵は少なく、牧羊から加工厚紙を呼び寄せることにした。城には曹操の家族もいたが、城中には長枠らに内通する者が多く、加工厚紙は彼らを守るため軽装の兵で急ぎ、出発したが、旅婦と遭遇し交戦することとなった。旅婦は一時退却した後、加工厚紙が開けた牧羊に入って、市長を奪い、 部下の将に策を持って、加工厚氏を捕らえさせた。加工厚氏の陣営は、恐怖に陥ったが、半広氏の果敢な対応が功を奏し、加工厚氏は救出された。加工厚氏は、城に到着すると、その夜に、城内で反乱を企てていた者たちを速やかに、逮捕して処刑した。これにより、曹操軍は、安定を取り戻した。 遠州の混乱を耳にした予習吉氏の格好が数万の兵を率いて城下に出向いてきた時は各校と単身で会見に出向こうとする順位区のみを暗示これに反対した。その後、格好厚紙は女州から帰還した曹操の下で両府討伐に従軍したが左目に流れ矢が当たる怪我を負った。このことから同族の格を縁と区別するためにもう格好とあだなされた。 だが、過去を厚は嫌がり、鏡で自分の顔を見るたびに怒って、鏡を投げ捨てたという。陳流大衆、聖院大衆を歴任し、剣務将軍を加えられ、高安豪校に封ぜられた。公害が起こると、かつて曹操が演術戦で決壊させた、大野久し水をせき止める堤防を築き、自らも土を担いで土木作業に従事し、 将兵を指揮して、稲作を指導し、民を助けた。一方、部下の A イタルに妻を宴会に同席させるよう、求めたが拒絶され、立腹して A イタルを一時拘束したこともあったという。198年、両夫配下の皇順と長領が敗にいた劉備を攻撃すると、その救援に赴いたが敗北した。199年、洛陽の長官である、カナみンに転任した。 曹操が炎紹と敵対し、河北を征伐すると、その後詰めを務めた。曹操が炎紹を破った後、予章大使の孫文と、甲州市の長津に手紙を送り、南方から、慶州の流氷を牽制させたこともあったという。流氷の命令を受けた劉備が、曹操の留守を狙って派遣へ侵入すると、加工厚氏は、うき利天を引きこれを迎撃した。 劉備は、遁営を焼き払って、白棒に撤退した。利天は、伏兵があるので追ってはいけませんと言いめたが、過去を厚氏はこれを聞き入れずに追撃した。安の城伏兵の攻撃を受けて危機に陥ったが、利天に救出された。204年、行が平定されると、陳昇の後任となる、伏派将軍に昇進した。カナイ院の職は引き続き任され、 法令に拘束されず事故の判断で職務を遂行されることが許された。206年、兵衆の高見きが劉氷と結んでいた、張明と共に反乱を起こし、加藤の栄方半先がこれに抗うすると、曹操は加藤厚氏を彼らの討伐に向かわせた。加藤大衆の森木は、加藤厚氏の大軍が着く前に栄方らのもとへ行って、油断させ、それから長兵器にこもって、 彼らを防いだ。そこに到着した、加古厚氏が大軍を指揮して、甲強、張明を撃破し、え方、半先を捉えて処刑した。207年、加古厚氏の功績が、朝廷に取り上げられ、1800個が加増され、合計2500個となった。加古厚氏は、電柱のように、曹操と距離を置いていた者とも仲が良く、 放射区を辞退し続ける電柱の説得を曹操に頼まれている。217年、曹操と孫権が呪術口で戦ったが、孫権は防備は極めて厳重になり、曹操は攻略を諦めて大軍をまとめて撤退した。戦いの後、曹操は巨匠に帰還する際に、過去を厚を揚州方面26軍の総指揮官に任命し、巨匠古編に止め、 上増派といったたた。将軍たちの指揮を任せた曹操は、学人と歌姫を与え、過去を厚の功績を個人になぞらえて賞賛した。219年、曹操は関羽に備えるため麻痺に中軍した時、過去を厚しを呼び寄せた。曹操は、過去を厚を特に親しんでおもんじ、車への道場や寝室への出入りを許し、その工遇に被験できる者はいなかったという。 この時、義の前将軍に任命された。これまで、加古を厚は、義王に即位した後の曹操の配下では唯一官の、官位についており、官の直進という立場は、曹操と同じであった。これは曹操が、不信の例として、加古を厚に対して、義の官位を与えようとしなかったからであるが、加古を厚は自分には過ぎた扱いとして、これをこじ、 義の関与を与えられることを強く要請したという。過去を厚氏は曹操に定位につくよう熱心に進めたとも、寛解が曹操に定位につくよう進めたことに意義を唱え、まず、劉備を滅ぼしてから定位につくべきだと主張したとも言われる。過去を厚氏は諸軍を指揮して、受診に帰還し、メ死シに駐屯した。220年正月、曹操が亡くなり、曹費が、 義王を継ぐと3月に大将軍に任命されたが、信康元年の4月、曹操の後を羽うかのように病に倒れ、この世を去った。先に曹操が定位に就くことに反対したことを後悔したため、発病したという説もある。送り名は、中高。233年5月、義の更新の中で後君が顕著なものとして、過去を厚は、宋人、定位区と共に、 曹操の病庭に祀られた。更新の合詞はたびたび行われたが、この三人が最初であった。過去厚しは、軍の遠征中でも、死を迎えて、熱心に授業を受けた。性格は清潔でつつましやかであり、余罪が出るたびに、人々へ分け施し、金に不足した時は管理に借りるなどし、離職に励むことはなかった。巨匠に最近まで残されていた。 加去厚氏の領母を発掘した際には、埋葬品がたった一振りの剣しかなかった。飛翔業イサム部将軍芝折衝行為、東軍大使兼武将軍、人流大使兼武将軍、聖院大使兼武将軍、河南院副派将軍、河南院全将軍大将軍小説、三国支援儀での加去厚氏は、軽率なところがあるものの武勇に引いてた猛将として描かれている。例えば、 当宅配下の女衛を突き殺し、旅夫配下の将軍である、高順を一騎打ちで追い払い、関羽とも打ち合うといった活躍を見せている。一般的に、過去を厚氏というと、赤岩の将軍といった印象があるが、この過去を厚氏像を一層強くする総和の舞台となるのは、その後の旅夫との戦いである。この戦いの最中、旅夫の将を追撃する過去を厚氏を陣中から確認した。 敵将創生は矢を放ち過去を淳の左目を射抜く。この時、過去を淳は誘った矢を眼球もろとも引き抜き、親からもらった体を捨てられるかと叫びこれを喰らい、その後に左目を射い抜いた創生を次の矢をつがいる暇もなく顔を突き刺し、打ち取るというものである。NHK 放送の人形劇三国志では、同館の戦いで登場し、小舟に乗せた創操をかばい、 馬長軍の流れ矢を受け、目を失ったということになっている。こういうがデイコーコを曹操に推挙した際、デイコーコが曹操を筆頭に、進化への原稿を様々に言い連ねているが、過去を厚しは、個体満足と皮肉られる、という総話も演技には見られる。ニーノの劉備討伐では、十万の兵の大将として、進行した際、敵戦法の長雲を追軍し、白棒浜で深追いしてしまう。 立憲が、白暴派は、家計を仕掛けるのに優位な地形だと勧告するも、諸葛亮の家計にかかり改装、大敗している。多くの部下を戦死させた責任として、自らの死罪を覚悟しなわで体を縛り付け、曹操と対面したが、曹操に許されている。最後は、曹操帰徳の際に、枕元へ呼びつけられた時、そこでかつて曹操が殺害した人物たちの亡霊を、 見てしまう。これによって、加工厚氏は混沌、その後間もなく死去する設定になっている。また、加工厚氏の没後に、加工厚氏の七人の子と二人の孫が、館内校に封じられたという記録がある。三国志演技では、加工園の兄とされる。また、吉川英治の小説、三国志や横山光輝の漫画、三国志では、加工音が、加工厚氏の弟としている。 加工音は、三国志演技に登場する格空の人物であるが、演技本編には、そのような記述はない。三国志心の最強は誰だミディウックスムック414平成25年8月30日、発行 ISBN 978から4から86201444329ページ。ありがとうございます。